はい、それでは、黒田和義です。今日は牧哲也さんに来ていただきました。あ、はい、よろしくお願いします。はい、ピアニストで名古屋で、活躍してますが、他にも、結構ツアー行ったりする？あ、ツアーはめったに行かないですね。なので、愛知県の、なんていうか、限定愛知。界隈をあっちをついで。そうですね。はい、はい。この間一緒に東京行ったしね。ああ、はい。あれが、そうですね、久々でした。はい。そうね、学校公演とかうちもよく手伝ってもらって、はい、はい、あと、うちの、セミナーとかもよく出てもらってますが、牧君は、活動的には、名古屋界隈でジャズライブをやったり、はい、ジャズ以外もやってるよね。でもそうですね、ポップスなんかも、ピアノ一人でこうポロポロ弾く BGM の仕事なんかもさせていただいてるんですけど、そういうのはジャズに限らず、ポップスとかも。ポップス、もともとはクラシックだったの？電子オルガン？そう、エレクトーンでしたね。で、エレクトーンでクラシックを弾いてたのが始まりですね。それがだいたい保育園ぐらいからですね。おお、そうなんだ。へえ、はい。エレクトーンってみんな早いですから。そうだよね。はい。俺なんか大学入るまで、高校生まで全然楽器なんかやったことなかったけど。あ、はい。うん。僕はやっぱ早いですね。エレクトーンをやっていたと。え、それは自分でやりたいって言ったの？エレクトーンは絶対違いますね。母親に連れられて、教室に連れてかれた口ですね。嫌でした。あ、そうなんだ。なんかさ、はい、こうドラムとかギターってさ、基本は自分で選ぶ楽器だから、試験前になってこうドラムとかの練習をしてると、なんかあんたそんなドラムとかやらないでさ勉強しなさいって言われるんだけど、はいはいはい、ピアノとかエレクトーンはなんかその勉強してなくても今日はエレクトーン弾いてたって言ったら褒められるんだよね。ああ、そうですね。習い事のカテゴリーになってましたからね。そうね。だから、こう、勉強しなくてエレクトーン弾いてるっていうのは、はい、別にそれ全然問題ない。むしろもう好ましい状況みたいな。あ、そうですね。長所を伸ばすみたいな。はい、そうそうそう。ギターとかドラムはさ、なんかこう、勉強もせずにそんなことやってって言われるからさ、なんか羨ましいっちゃ羨ましい気分。はいはいはい。当時はすごい嫌でしたけどね、学校の授業終わって、本当はまだ友達と遊びたいのに、早く帰ってきて練習しなさいみたいなのありましたね。そうか。いつ頃からもう楽しくなったの？もう。そうですね。ただ中学生ぐらいの頃から、徐々に楽しくなってきたかなという感じですね。高校生の頃には完全に、自発的にやっていた気がします。なるほど。順当な感じでね、はい、やらせていてもらってよかったなとは思うよね、親に。はい。そっか。そうだね、絶対音あるのもね、だから、どちらかと大変だから。そうですね。ね。絶対音感と相対音感だと、ジャズの場合、相対音感の方が得意じゃないけど、有利で、はい、よね。そう、それはあると思いますね。絶対音感だと、もうその曲をそのキーで覚えちゃうんで、うん、逆に胃腸が難しかったりしますね。今はそうでもない。もちろん訓練次第でどうにでもなりますし、当然絶対音感の便利なところはあるんですけど、うん、でもやっぱりちょっと手間は多いですね。手間はやばい。うん、はい。相対音感より手間はかかるんだ、やっぱりね。うん、僕の師匠であった松田正先生が相対音感だったんですよね。で、なんか曲を弾くときにこのキーなんだっけって言って全然関係ないキーでバーって弾くのはちょっと羨ましかったですね。あれは相対音感ならではの、はい、僕らもねよく、マキも一緒に受けたけど、佐山さんはもともと絶対音感だったけど、はい、相対音感に変えたって言ってたもんね。変えて変わるもんならちょっと信じられない話ですけどねいやもう絶対その音で読み続けるって言ってた。だからそのキー、あー、そのドレミファソラシドで、はい、E が D でもドレミファソラシドで歌い続けたら相対音感に変わって、それで覚えちゃえば全然いいじゃんとかって言って、それでできる人はできるからね、すごいよね。そうですね。でもそれもなんか努力の賜物って感じしますね。じゃあとりあえずジャズ的には別に絶対音感はむしろなくてもいいぐらい。そう、そう思いますね。耳コピの時にちょっと便利なぐらいなんじゃないかなと思います。パッて聞いたときにもうその音名が分かっちゃうみたいな。そうですね。ただそれも本当スタートの音だけなので。そう、でもそういえば佐山さんって何もなんかこうピアノも弾かずにこう音源パッて聞いて、その俺がびっくりしたのは、昔一緒に大学で講義してるときに、エリントンの、はい、プレリュードトゥアキスっていうののハーモニーがすごいんだって言って、じゃあ黒田かけてくれって言われてピーって4小節かけたら、はいストップって言って、
全部横書きでこう、なんか5声ぐらいの音パーって取って、この音とこの音がとか言って。それも、いや、信じられない話ですけどね。ピアノの音ですら、絶対難しいと思うんですけどね。ねえ、本当に、いや、まあ、特殊技能のある人っていうのは羨ましいですな。前世で多分いろんなことしてきたんだよね、きっとね。徳を積んだんでしょうね。徳 を積んだんだと思います。で、ジャズを始めたきっかけとしては、うちはの大い。学だよね。あ、そうですね。名古屋音楽大学に入学したときに、はい。正直、何の気なしに、副科というメインの楽器と違う楽器を専攻できたので、ちょっとじゃあ、ジャズピアノをやってみようかなって、何の気なしに副科で取ってみたら、これが、あ、こんなに奥の深い世界なんだと思いまして、で、授業なんかにもいくつか顔を出したんですけど、アンサンブルとか、理論とか、ビッグバンドの授業もあったので、それで、最初は特にビッグバンドにびっくりしましたね。ビッグバンドってててっきり古臭い音楽だと決めつけていたんですけど、あ、こんなにかっこいいんだと思ったので。そう、牧の頃って結構ね、みんな頑張ってたもんね、すごい、ビッグバンはド。い。サークルもやってたもんじゃ、ビッグバンドサークサークルもやってましたね。ル。ね、そうだよね。あのはい。頃だと、だって、サドメルとかやってたんじゃないの、結構。サドメルと、あと、まあ、僕が名誉に入って結局専攻させていただくことに、指示させていただくことになる、ジャズピアノの水野秀平先生のはい。アレンジとか曲とかも、なんかとても新鮮に感じられましたね。サドメルもかっこよかったですし。そうだね。あ、そっか、周平さんのアレンジとかもやってたもんね、そういえばね。はい。まあ、だから、まあ、ちょっと現代ジャズフルオーケストラみたいなやつやったんだね、だから。そうですね。まあ、ジャズは、だからそれをきっかけに、なんかその自分のピアノのヒーローとかいるの？ヒーロー、そうですね。僕は中学2年生の時に、当時の音楽の先生が、ああ、マキ君、エレクトーンやってるんだってって、ジャズピアノの CD を貸してくれたんですよ。で、3枚あって、オスカー・ピーターソンとビル・エヴァンスとヒース・ジャレットだったんですけど、いいチョイスだよね。はい、そう、いいチョイスなんですよ。今思うと本当に。中学生の時は、オスカー・ピーターソンが一番わかりやすくて、ああ、そうね。かっこよかったんですけど、だんだんと趣味が変わって、まあ今もっといろんな人聞くんですけど、一番なんか、ああ、戻ってきちゃうなって思うのは、まずビル・エヴァンスですね。もうこれはなんかこう、ド定番というか。で、その上であと好きになったのは、これはもうジャムセッションとか行くように、いろんな人とセッションをさせていただくようになってからですけど、ウィントン・ケリーですね。ウィントン・ケリーか。はい。バッキングすごが好い。きですね。ウィントン・ケリーって、その、ま、俺の勝手なイメージなんですけど、どっちかというとリーダーアルバムとかよりもサポートの方がなんか秀逸はない。感じがするんですが。あ、そうですね。僕も、あんまり、ウィントン・ケリーのリーダー作品は、そんなこう喋れるほど詳しくなくて、一番聞いたのは、マイルス・デイビスのバンドにいる時のライブ版ですね。ちょっと神がかってるよね、あの辺はね。そうなんでなんすよか、ね。マイルスが吹いたテンションもパッて拾って弾くからさ、はい。やばいよね、あの辺は。まあ、じゃあ本当にもう、ど定番中のど定番を、まあ、たそうどっでてすきた感ね。じですね。はい。いいコースを通ったよね、なんかこう、そうかもしあんまれりません。迷わ ずはに、い。はい。なんかど定番、それがいいのかどうか分かんないけど、そうっすか、まあ、なんかそんな感じでやってきて、まあ、皆さんに聞いてるんですけど、人生最大のしくじりって、音楽業界入って最大のしくじりって何ですかね。はい。音楽になってからのしくじりでしたら、ピアノというのは非常にイントロを弾いてくれと言われることが多いじゃないですか。で、こうやってこうテンポを出されて、これが1、2なのか、1、2、3、4なのかわからなくて、で、僕は確か口で確認したんですよ。これ四分音符ですかって聞いたら、そのリーダーも緊張してて、そうだってこう首を、あ、違う、二分音符ですかって聞いたら、首を縦に振ったんで、あ、そうか、ワン、ツー、スリー、フォーかと思って、まあ、そのワンイントロ出しちゃったら、バラードのつもりだったらしくて、はい。で、しかもそのまま曲やっちゃったので、もう、台無しでしたね。本当、いや、まあ台無しっていうか、曲そのままやったんだったらまだいいけど、俺なんかさ、テンポこう倍で出しちゃったりとか、はい。なんか全然違う感じで出しちゃったりして、で
なんか歌い始めて途中でやっぱり歌えないからって止められたことがあってああ、それ一番最悪だよそう、そうねですね。それもやっぱりちょっと嫌ですよね。それはちょっとさすがにお客さんにも分かっちゃうからね。まあはい。続けたならまあなんとかなんかお客さんが、しっくりこないなとは思ったかもしれんけど、まあなんかこうちょっとなんかあったかなぐらいの感じであれだけど、止まっちゃったらもう俺大なんか最大のしくじりって感じだけど、それぐらいだったら全然大丈夫じゃない？まあ思い出すとなんかそれが一番だったかな。あとは、飛行機乗り間違えたやつぐらいマでジす。で。はい。大事な仕事だったんですけどね。はい。そうか、昔川村隆君ってさ、今さ、はい。もう今やもう、なんていうか、もう NHK の番組とかの音楽監督やってて、素晴らしいベーシストなんですけど、もう彼も、俺はもう人間的にも大好きで、で、一番最初に会ったのが、なんかこう、スターアイズでライブしてたお客さん少なかったんだけど、なんかこう、ちょっとオーラがある子が一人いて、で、誰だろう、これと思ってたら、どうも川村って言いますって言って、あ、名前は聞いてたから、あ、ベーシストのとかって言ってて、どうしたの、今日はって言ったら、なんか、寝坊して、川崎での仕事だったから新幹線に飛び乗ったんだな、ベースを持って。そしたら川崎で止まらない新幹線に乗っちゃって おしゃあないから名古屋がもう一番最寄りだったから電話して、もうすいません、もう今日行けませんって言って、せっかく来たからと思ってライブ見に来たってああ、なるほど。肝が据わってますね、でも。言って 座ってるよね で一緒にセッションして飯食いに行ってみたいな、それが最初の出会いだったかな。でもその彼はしくじりと思ってないからね むしろああ、プラスだと思ってるから なるほど。考もうえようです考えようですね。飛行機間違えてどうしたの？結局行けなかったの？ね。まあ、相当2、3、2時間ぐらい遅れていって、まあ、時間に余裕を持っていたので大丈夫だったのと、あとはまあ、飛行機会社のそうご厚意で、まあ、空いてるから乗せてあげる。しかも、なんですか、チケットの追加の、いらないと言っていただいたんで、そう、なんか、思いがけず、こう、人の温かさを知ったというか それ考えたプラスだよね、考えたね。そうですね。素晴らしいですね。いや、でもなんかそういう意味ではなんかこう、なんかこう持ってる、マキ君は持ってるんだね、そういうのね、なんか。やっぱこう、か恵もましれれてないるです感ね。じがするか。恵まれてたかも。ね。じゃあ、ジャムセッションってよく学生の子とか行った？もちろん行きましたね。でもなんか、荒川の時とかもそうだったけど、荒川とかとやっぱり世代近いじゃん。だからその頃って大学でもしょっちゅうセッションやってたりとかしてみたいな。でもジャムセッション、そのライブハウスとかでよく行ったでしょ。行きましたね。なんかそのピアノの人ってさ、やっぱりこういろいろこうセッションに行くのに怖いと思ったりとか、なんかこういろいろこうセッションに行くと激沈したりする。まあ激沈するために行くもんだと僕は思ってるけど、その辺マキ君的にはどう思ってますか？まあ、僕も例に漏れず撃沈させられたことは、まあもちろん何度かあるんですけど、そうですね。ただ、多分多くの人が行くにあたって一番心配なのって、こう知らない曲なんか弾けって言われたらどうしようみたいなところなんじゃないかと思うんですけど、ただそこは、まあ最近は、オサム・コウイチ先生の書かれた黒本がね、ありますあかるらからね。ね。当時あんまなかったんだっけ、まだ黒本って。当時は、まだ確か、学生の頃はなかった気がしますね。黒本って僕はなんかすごい困った気がします。なんか水玉の青い本ってなかった？そう、青本でしたね。青本だったね。青本がだんだん駆逐されて、こう、いや、まあ選曲はいいね、いい本だったと思うけど、なんか、まあ、黒本の方がなんか要はいわゆるジャズでやるコード進行をかなりそうですなんかね。こう、まあジャズでそのやるコード進行、おさむさんが相当考えて、それでも地方によってコード進行違うから相当もう迷ってカッコかけたりとかいろいろしたとか言ってたけど、でもまあ画期的だったよね、あれはね、すごくね。そうで、あれだけ水準の高い楽譜でも、まあ、世の中には文句を言う人がどうもいるらしいですから、まあ、それはもうしょうがないとは思うんですけいや、まあいろいろあるから、本人だって迷うとこだからね。んで、まあ多少の誤植もあるだろうし、まあそれは仕方ないとしても、ね、クオリティはすごいと思いますが。ど。と思いますで、ね。知らない曲が、まあだからピアノなんかはすごい、イントロ、ギターもね、成瀬くんの時も言ったんだけど、その、
ギターなんかも今イントロとエンディングさえうまくできるようになったら、なんかそれなりに仕事があるみたいな感じで、ああ、はい。その辺はピアノはどうなの？なんかこいや、う、うん、もう非常にわかりますね。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作るときのモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。